今日はね、ブラックバス釣りに使うドバミミズを取ろうと思ってな、やってきました。どっかね、こういうほら森の端の落ち葉がこう積もったとこ、こういうとこにはね、いるんだよね。おお、おや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 、これはなんだ、これだよ、これこれこれ、これってさ、紫山鳥だけじゃないの？マジで？マジかよ。こんなとこ生えてんの？ちょっとちょっと。ねえねえねえ、これ。ほら、そうだよこれ。この絵がさ、紫色してんの。これってさ、すっごい美味しい口なんだよね。ちょっとこれはね、こう傘の色が黄色いけどね。もっと紫色のもあるんだけど、でもね、紫山鳥だけっていうのはこのように傘の色は変化に富んでるんだよね。こっちのやつもほらね、こっちのはさ、もうさ、かなり成長した、これはね、成菌というかね、もう老菌だね。ヒカキンじゃないぞ。ほらこっちのね、傘も割れてるしさ、なんかもうね、成長しきってる。でもね、せっかく紫山鳥だけ見つけたんだから、まあ一応持って帰りますか。はい、それで今回持ち帰ったのはこの2本の紫山鳥だけです。見てよ、こっちのさ、でかい方、老菌に近い方はね、もう持ち帰る時にね、傘が取れちゃいましたよ。ほら、裏返すとちょっとこの辺やばいね。それでさ、普通キノコの傘の裏側っていうのはこうひだ状になってるんだよね。でもね、入口の類はこのように小さな穴がブチブチ開いてんですよ。これのことを観光部って言うんですけどね、これが入口の特徴でもあるんですよ。それでこの観光部はこう剥がし取れば、このぐらいにね、こう成菌というか老菌になったキノコでも食べられるかもしれないね。後でちょっとトライしてみましょう。それでね、こっちのね、この成菌って言ってもまだ幼菌みたいな感じの成菌ね、この観光部は取り除かなくても大丈夫だと思います。そのまま調理します。それでね、エトカサっていうのはね、なんか食感とかね、そういうのが違うので分けて調理するのがいいと思います。傘の部分をもぎ取りましょう。入口はこのように簡単に絵をもぎ取ることができます。絵の地面の方の側には泥がついていますからね、このように包丁でそぎ取りましょう。それでね、こっちのちょっともうやばくなりかけてるキノコ、こっちの観光部を、これね、観光部をこのようにこう剥がし取りますか。うまく剥がし取れればいいけど、剥がし取れるはずなんだよな。うわ、ぐちゃぐちゃだよこれ。ダメだよこっちのは。ダメだこれは、もうこれは廃棄しましょう。結局食える部分はこの傘の部分、若い方の傘ね、それと2本、この3つになっちゃいましたよ。でもさ、これだけありゃいいよ。それでね、今回はこの傘の方はね、このタレをつけてね、これで焼いてみましょう。そしてこっちの柄の方は適当にね、こう貝柱みたいに切ってから、こうバターで焼いて食べることにしましょう。はい、できました。ほーら、今日のも美味しそうじゃないですか。それでは早速食ってみましょう。これがさ、傘の照り焼き、そしてこちらが絵のバターソテー。それにね、ほら、なんか今日はここにさ、肉も乗っかってんでしょ、ソーセージ。やっぱね、キノコばっかじゃ栄養が偏ると思ってよ、それでこのように肉類も乗っけたわけよ。それじゃあね、まあ何はともあれ、この傘からいくか。傘、タレで照り焼きにしました。これだよほらね。それじゃあ、よし、これね、歯ごたえもいいし、味もいいよ。うまい。入口っていうのはね、この食べるときに、この傘の部分、いわゆる観光部っていうのをむしり取るんですけど、これはね、結構ね、むしり取らなくても、食感はね、全然悪くないですよ。それでは次はこの柄のバターソテー行ってみますか。これはな、じゃあな、ここの部分行くか。これな。これです。ほら。
貝柱みたいな格好してんの。バターソテー。いきます。これもうまいよ。歯ごたえがいいね。なんかね、こうね、シャキシャキっていうのかな。うまみもある。すごくおいしい。いやー、やっぱね、図鑑で超おいしいキノコと紹介されてるだけのことはありますね。それではほら、ここらで栄養が偏らないように、ちょっとね、肉でもいきますか。これな。これはね、この前、バスとギルの煮魚を作った時にさ、店肉でもって出したやつなんですよ。視聴者の方から送っていただいたやつね。これはオリーブオイルでソテーしました。では、いきます。プリプリしてて、おいちい。それではここらでお酒といきますか。キノコと肉とくればお酒は赤ワインでしょって感じでね。今日も赤ワインいっちゃいますよ。カベルネ・ソービニヨン2009年。難しいぞ。俺はね、ワインのことあんま詳しくないんでな。なんかわかんないんだけど、飲むことはできる。では早速いただきましょう。このおしゃれなグラスでな。それではいただきます。実に美味である。これはね、こう高屋城って書いてある。高屋城ワイナリーっていうところが作ってんだね。以前ね、山ぶどうワインをいただいた方、あの方からいただいたものです。裏を見るとね、ほら、ね、長野県なんだよ。それで、タイプが赤、フルボディ。フルボディだぞ。どういう意味だかよくわかんないんだけど、フルボディだから、やっぱりボディーブローってことでさ、ボディーブローを受けると、後から効いてくるからな。そういうことかな。たまには顔面も打ってみろ、みたいな感じかもしれないけど、私はとにかくワインのこと詳しくないんでな。ワインに詳しい視聴者の方がきっとコメント入れてくれるから、そっちを見てくれよな。それでこの高屋城ワイナリーっていうのはホームページがあるみたいなんで、ね、気になる方はそっちを検索してみてください。それと、この肉もね、御殿場高原っていうところで売ってるみたい。こちらもホームページがあるみたいなんで、気になる方は検索してみてくださいよ。いやー、でもさ、今日はミミズ捕りに山に入ったら、なんと美味しいものを見つけちゃいましたよ。なんとも運のいい話でございました。皆さんもね、この剣探隊の運の良さにあやかりたかったら、この後出てくる剣探隊オリジナルグッズを買ってみてくださいよ。絶対運が向いてくるって。